こんにちは、サラリサココロです。ココロとモリモリのスイング改造計画第3、今回はですね、前回と服が一緒なので第3と言ってますが、後半です。今回のレッスンテーマは卓球練習。卓球練習って言うとなんかあんまイメージつかないかもしれないですが、なんか私的にはワンコそばみたいな、ワンコそば打法みたいな感じに思っています。森さんがふいっふいっふいってボールを置いてくれるんで、そこが見どころです。ではどうぞご覧ください。そうでもこれって綺麗でしょ、肩が伸びて。本当だ。そう、伸びて綺麗に置くでしょ。なんかここで叩くんじゃないか。そう裏で、で全部つながるよっていうのは、はい、ここでやった時のことを、これをただ振ったらこう水平でそこからポーンって振ってもそうします。そう、またここに、じゃあここに横でついてきて、ついてからと、そう、これも結局ここからついてこうでしょ。そう、その過程でこうなってる。だからこうじゃねえぞって、だらだら、うん、そう、それが普通だよと、それが自然な動きだよと、そう、その動きはナチュラル、それをこの知能指数の良さが防いでるわけです。そう。で、これザンズがめちゃくちゃ大事。ほら、こういうふうに振ってて、一瞬で見たの、ワンワン。だ、僕はこれを伝えたいの、ただ単に。そう。超なんかグリップとか。そうでしょ。グリップとかどうでもいいでしょ。謎ってた私って何って思ってほしいわけです。そう。謎いとこじゃないわけ。残像で特に卓球連続レベルとかやってたってこととか、もう反射的にパンパン、その無意識に。どう、あんなちっちゃい、あんなちっちゃいのが変化してきたの、一瞬でその残像を脳でキャッチしてる、まあ、でしょ。でそこに合わせるだけじゃん、自分の手が。ここ一緒、ボールは止まって動かないから、そこに一瞬でパイッつって、しかも一瞬じゃなくていいからね、これの場合止まってるから、はい、そうだね、こういう練習した方が多分ここじゃ余計、僕が多分こうやって帰るんだよとか言うのもなぞりになっちゃうかもね、ここじゃの感覚なんか。左行ってるわけ、ガンブラン行ってるわけ、そこんな長いわけ、なんかどっちにも打てる気がしてきた。運動神経いいから今僕ボールポンポン変えてるのに一瞬で反応ってことなの。そう、ちょっとこの手の感覚を忘れない。すごいよ、超かショックでしょ。ショック、そう、ショックなんかね、カルシアショックを味わわなきゃダメなんです。こうやって固めて、こうがゴルスイングだと思ってた人は、そう、ボールパンパン変えられてるけど、余裕で取られる。余裕です。そうでしょ、うん、そう、この多分100倍のスピードのやつを卓球でやったんだから。そうするとどう、ゴール石とかどうでもいいと思う。どうでもいい、なんか全部当たりそうです。こうやってないでしょ。やってない、全部こうやって開いて、ワンで。そう、自然にね、自然に。そう、ジュースが今やってたこのマニアックにと、そう、カットみたいな動きでは、振り子運動が、そう、ヘッドで、これをヘッドを入って止めてみる、ゆっくり止めてみたら、でしょ、これを固めて、さっきやったみたいにギュー固めて、こうじゃない、これに気づかない、はい、じゃあ1、2、3やって、4球目にフィニッシュまでいきます。はい、振り子作って4球目にフィニッシュ。動かされて、私は動いてる。そう。でしょ。
じゃあ僕がさ、トップとか言わない。これここに気づいちゃえば、なんかどうでもいいじゃん、アドレスとかトップとか、そう、ハーフウェイダウン、私とかって関係ないわけ。そう、結構レッスンビジネスです。もうなんか全然不思議すぎて、いくらでも開けるもん。もう少しちょっとね、ポールちゃんの運動神経が初めて生かされてくるかなみたいな。そうすると僕がアーダコーで言ってるのが全部一緒、これだってなってくるから、全部こうなってる。でしょ。そう。まあさっき言って、そうそう、開き閉じかって言って、アドレスでもう右に重さがあるものをバックスイングで開いちゃうと切り返しで閉じるから、そう、まっすぐ。でもそうでしょ。こうやって今連続してると、ブラーンブラーンって言ってる、バックスイングってまだこっちにあるでしょ。あります。閉じでしょ。本当だ。でしょ。でこの辺で開いてくれってまた閉じてるでしょ。そう。だから連続でやると分かるけど、バックスイングっていうのは開きじゃない。いや、閉じてるわ。閉じてる。こっちの振り子で戻る、閉じてる。そう。そう。あ、この右足のこの辺ぐらいまで閉じてる。そう。そう、でもそれは感じが自分で感じるようになればいいから。はい。前回言った3歳児ができる運動だから謎いいに大変そうだなっていうのが初め印象だったんですよ。謎って図を作るとタイプ。はいはい、動きを3回言ったな。ほら来たな。気持ちいい。こうやってこんなずれてんじゃん。これこうやって切って気持ち悪いでしょ。そうそうそう、みんなこうやってこうやってやってしかもこうやってそうやってるわけでしょ。でもこんな風にされたらあれって思うでしょ。だからこれこう持ってやってんじゃないの。そう普通でしょ。汗をこうつったりのそう、これをそうみんながやってるのこうやって、私はこうやって、そうそうそうやってる、そうやってる。だからもう全部自分の方向いてる。うん、そう。ということは、受けるでしょ。そう、わかるよ。受けるよ、なんで、あんな連続で打ってんの一瞬で、はい、投げられて、はい、わー、すごい。そう、だから今までの大事なんか丁寧さをぶち壊していかないと。そう、左も乗ってるし、右も乗ってるし、まあ、ほら、綺麗。めっちゃいい動き。すっごい軽いんですけど、しかも当たりが重いし、すごい。だから面をいかにゴルファーってゴルフ大好きな人ほど不安定な面をいかに固定して使おうとしてるかってことです。真面目な人も絶対する。そう、これをもう洗脳じゃない。すごい。皆さんいかがでしたか。もうびっくりするぐらい私は打感が、こんなに気持ちいいの、アイアンのいい打感っていうのは。もう目から鱗、もうあんこそば、置いてもらう人がいたらぜひ皆さんも練習場なのでやってみてほしいなと思います。マジで当たる感触が違います。この動画が皆さんの役に立ったり、少しでもいいなと、練習場でやってみたいなと思った方がいれば、ぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もお忘れなく。バイバーイ。